しおりさん。出資者との話はもう済んだのね。純粋線はまだついてないわよ。ん？そちらは？ああ、紹介しよう。こちらは旅人とパイモン。はじめまして。よろしくね。うん、よろしくな。チオリアの天使はすごいって噂には聞いてたけど、やっと本人に会えたな。ありがとう。でも私はただあの子に絵の具バケツに飛び込んだ猫みたいな格好をやめてほしかっただけよ。それで何があったの？顔色が悪いけど。実は大変なことがあって。また待ってくれ、チオリさん。あの出資者に問題があると注意してくれたことは分かってる。絶対にあるでしょ。だがどうしても断れなかったんだ。彼はあの時他の人の倍の額を提示してくれたから。そこが問題なのよ。こちらにも訳があるんだ。こんな素晴らしい脚本を手に入れたからには当然この栄誉をきちんと取りたいと思って。だが他の人が提示してくれた額では制作費を賄えない。やっとのことで大金を出してくれる人に出会えたから、つい落ち込むなよブザブイ。オイラたちが少しはモラを集めてやれるかもしれないぞ。ありがとうパイモン、その気持ちはもらっとこう。でも永遠にかかる費用は莫大で、かき集めたところで役者の出演料さえ払えないかもしれない。ま、過ぎてしまったことは仕方ないか。でも諦めるにはまだ早いわよ。え、もしや千織さんには何かいい方法が？そういう意味じゃなくて、まだ話は終わってないって言っただけ。何しろ私が推薦する役者はモラより別のものを大切にしてるから。